ちは、着付け教室着物市派講師の加藤咲です。で今日は生徒さんからですね、着付けをする上でここは押さえておいてっていうポイントを教えてって言われたんですけど、ここは大事っていうポイントですね。これ結構難しいお話なんですけど、私個人的にはやっぱりこう襟かなって思うんですよね。襟だけはやっぱ左右対称にしていただきたいなと思うんですね。で襟の決め方とか細かい部分についてはやっぱその人の好みとか、TPO に合わせてとかいろいろあるので、私の言う綺麗な襟っていうのだけが全てでは全くないんですけれども、例えば私だったらこう胸をこうピタッとして後ろをこう抜いてあげて、私は身長も高いので結構がっつり抜くんですけど、そうしてここの首を長く見せてあげる、ここですね、この横の部分を長くなるべく長く見せてあげるっていうのが好きな着方なんですけど、人によってはやっぱあんまり抜くのも好きじゃないし、あとここがね体にくっついてるのがちょっと気持ち悪いっていう方もいらっしゃるので、そういう方はあんまり抜かずにちょっとゆるっと、でもやっぱ左右対称なんですよね。それでもそうやって綺麗に着てれば全然大丈夫だと思うんですけれども、形は何であれ左右対称に着てあげるっていうのは結構大事です。これがこうなっているのか、やっぱこうやって着てるのかでだいぶ印象変わってくると思うんですよね。でやっぱ顔に近い部分にはなってくるので結構見られるんですよね。例えば座ってて人と話しててもやっぱここは見えるし、立ってても もちろん見えるし、ここはよく見られるポイントなので、きちんとなるべく対称にっていうのを意識してあげるといいかなと思います。逆におはしょりとかっていうのはきちんと決められてるとすごい綺麗なんですけれども、それでも別になくたっていいかなとか思うんですよね。アンティーク着物とかで短い着物を着てる場合とか、私もかなり身長が168センチでかなり身長が高い方なので、リサイクル着物とか行くと全然サイズがないわけですね。でそうするとどうしても気に入った着物とかを見つけると買ってしまうわけなんですけど、そういった時におはしょりなし、ついたけって着方になるんですけれども、おはしょりなしで着たりとかしてます。おはしょりってこれのことですね。ごめんなさい、これのことです。ちょっと座ってたんでぐちゃぐちゃになっちゃったんですけど、これがおはしょりです。この折り返しが、あるかないかっていうことなんですけれども、なくても別に支障はないかな。意外とバレないです。なくても誰も気づかないですね。私がついたけで普通に着てレッスンしてるのに生徒さん全然気づかないこととかよくあって、私が今日ついたけなんですよって言うと、あそうだったのみたいな感じでやっと気づくみたいなこととかもよくありますし、私自身も例えば店員さんとか呉服屋さんの店員さんとかがついたけで着てたりとかしてもあんまり気づかなかったりとかします。そこまで別に見てないんですよね、人は。なのでおはしょりとかも大事ではあるんですけれども、私は襟の方がよく見られるので、大事かなと思います。その襟の詳しい形の決め方とかっていうのはレッスンとかでもしっかりと教えていくポイントにはなっていくので、そこでしっかり見ていただけたらなと思います。はい、では今日もご視聴ありがとうございました。